それでは自称燃えるメガネっ子原田千恵様とちょい地味だけど素直で可愛い萌えキャラセノーアオイ城、この際やっちゃいますか。待ちに待った一曲いくよ。アオイ、オッケー、じゃせーの、アオイと千恵の放課後ショータイム。今宵は眠らせないよベイビー。それはそうと少し疲れないかこの歌。全然まだまだ大丈夫だよ。やっほー、無駄に元気だな。え、なんか言った？イエーイ、ヒューヒュー。それではもう一頑張りするか。 あれだ、要は恥ずかしいと思わなきゃいいんだな。テステス、さあ麗しの青い姫、私にエスコートさせてくれたまえ。そのお手を我に預けたまえ、花舞う世界へ共に行こう。はい、チエ王子。あたしお姫様なんで、ちょっとその気になっちゃうかも。いや、バイトでバイトの誰かさん、手に入れようではないか。おやつ、あ、いや、本日の午後、ティーには何をご所望だい？いちごジャムを入れたロシアンティーと、いちごのミルフィー、これ大切よ。あと、チューリップの形のクッキーと、バービー模様のお皿でね。青い姫、次はお菓子のお家とかを持っているのでは。あったり、さすが王子様、なんでわかっちゃったの？ねえねえ、なんでもありなんでしょ？ねえねえねえ。ひと言姫ごとでも気になりすぎちゃう。やっぱり疲れるぞこの歌。もう一回行くよ。ハッピー。乗りやすくて可愛いやつだな。しかしダメだ、ちょっと休むぞ。あつか、もう帰っちゃうぞ。やれやれ。どこ、ちえちゃんどこ。おーい、ちえちゃん。楽しそうに歌ってたじゃない。カムバック、夜は長いんだよ。
なんだから。出ておいで。